こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、消毒用のアルコールが、インターネット上に結構安いのがあるなと、でもね、これ気をつけてくださいってことをお知らせする動画です。もう一つはですね、食料の備蓄とか水の備蓄をちょっと始めましたんで、そちらの方もご覧いただければと思います。皆さんも食料とかね、水はしっかりと確保しておきましょう。それではどうぞ。これがアルコールスプレーの、ポピュラーなやつなんですけども、割と見るでしょう、よくショップとかで。これ300円で今売ってるんですよ。マジで300円です。でも送料気をつけてください。7000円になってますよね。だからこれ送料ビジネスなんですよ。送料で稼ぐために300円出してるんですよ。騙されないように気をつけてください。はい、ではですね、私の家の備蓄なんですけども、500ミリの水、2リットルの水、それからこれが8リットルの水かな。で、これが食料品ですね。まだまだ買い足していきます。で、その他ですね、ご飯とカップヌードルのカレーみたいなやつとね、あとカップ麺、結構ここに積んでます。まだまだあるんですけども、まだ出るかな、まだ出ますね。これカレーヌードル、どこまでカレー好きなんだって感じですけども、これからもまだまだ買い増していこうと思いますけどもね。こういうふうにカップヌードルとか保存食っていうのはしっかりと持っておくことがいいかなと。で、水もやっぱりね、多めにあっても全然困らないですし、もう大丈夫かなと思ったら飲んじゃえばいいですしね。水もいっぱいあって損はないかなと思ってます。はい、皆さんの家の備蓄はいかがでしょうか。それではまたね、スプレーに戻りましょうか。今こういう感じで、除菌剤とかね、消毒のアルコールとかがありますけども、これはどうかな。これは飲食店とかにあるやつなんですけども、2742円。これちょっと買ってみたいなと思うんですけど、多分ね、品枯れしてるんですよ。品切れかな。ご購入手続きっていうところを押せば、あと在庫がわかるんですけども、やっぱないですね。申し訳ございませんで、工事中になってます。ちょっとこれ戻りましょうか。手に入りにくいですね、これはね。サラヤのなんとか。で、次の、これも行ってみましょうか。大きなやつね。これがあればいいんですけども、買えるかな ?2570 円だったら別に高くはないと思いますんでね。これを買ってみようかなと思います。あ、これもないですね。在庫がないと。消毒液結構売れてますね。これはどうですかね。これならあるんじゃないかな。おお、なんだなんだ。あ、これだ。除菌アルコール。あ、ないんだ。すぐはないみたいですね。はい、いかがだったですかね。消毒液、よく気をつけて発注してくださいね。それから水や食料の備蓄ですけども、これは私がね、ちょっと心配しすぎなのかもしれませんけども、どうもね、世界的なその飢餓の状態というか、飢饉みたいなのが来るんじゃないかなと。少なくとも食品の値段というのは高騰したりとかですね、それから品薄があっちこっちに起きたりするんではないかなというふうに思うんですよ。ちょっと考えすぎですかね。また次の動画で会いましょう。失礼します。